お疲れ様です。すみこです。はい、今日はヤマハのイヤホンを紹介させてください、えー、これは案件です。ヤマハさんから頂いた,だいた、えー、イヤホンをいただきました。これです。twe7b っていうやつですね。これをいただきました。 ヤマハさんから、まあ、一度、ふみこさん使ってみた、見てくださいっていうことで、えー、まあ、よかったらレビューしてくださいっていう話だったんで、あのー、結構長いほど使ったかな。なんかちょっとバタバタしてて、なかなかレビューができなかったんですけど、1ヶ月弱ぐらいはちょいちょい使っていましたね。ブルートゥースイヤホンですね。えー、まあ、世にはいろいろ出回ってて。 まあ私もその辺は結構こだわる派なんで、まあ、めちゃくちゃどんどん新しいの買ったりするわけではないんですけど、まあ、いろいろ使ってみたあの中で今回こういうのいただいたんでちょっと私ここのあの動画とか見ていただいた方は見たことあるかもしれないんですけど私はずっとソニーのノイキャンヘッドホンをヘッドホンねヘッドホンをこう愛用していて、えーまあ、ラジオなんかでも時々話は出てくるんですけどそれは何でかっていうと。 イヤホンやと耳の中にこう出来物ができたりして。 そこがどんどんひどくなってくるっていうね <laughs>、まあ。り絶えずずっと聞いてるので何か、うん。家の中とかだったら別にあれでもいいんですけど、まあ、イヤホンとかヘッドホンの方が音がいいじゃないですか。ちょっとでもかゆくなってきたりすると、そこから延々とかゆくなってきちゃうっていうことがあって、まあ、ヘッドホンの方が、まあ、まだマシかなっていうのでヘッドホンにしてたんですけど、久しぶりにね、このヤマハさんからイヤホンをいただいたんで、まあ、そうは言うてもね、イヤホンも日々進化してるっていうのもあるから、まあ、ちょっと一回使ってみようかっていうことで、使わせていただきました。こんな感じ。開けると。 ここんななにっててましうういう形ですね釣ってるかなこう、ね、で耳にはめると結構ねおっきいかなと思ったんですけど意外と大丈夫何か言ってるコネクテッド、うん、穴つながりましたみたいになってる感じこんなこんな感じですねはい私耳の穴がひねくれておりまして 一度、あのー、自分の耳の肩を取って作る高級イヤホンを作ったことがあるんですけどあー結 みたいなまあなんかイメージ的にあのサザエみたいなこういうこのタイプのものって落ちるんですよねなんか奥までこうグッともっと入るっぽいんですけどこうねじれちゃってるのでなかなか奥まで入らずで浮いてしまうみたいなことが多いんですけどこれまあ比較的大丈夫でしたね私これ閉めてうろうろしましたけどまあそんなめちゃくちゃ跳び跳ねたらあの走りまくったら頭振ったりしまくらなければ全然大丈夫ですはいこんな感じで見た目えー、っとマットなマットな感じですねだから指紋とかはそんな気にならないですね えー、で後ろにタイプ C のこう充電のするところがあって、えーっとね、ちょっと説明していきましょうか、このヤマハの20最大22時間なんか満タンまで、えー、ちゃんとあの充電したら22時間本体だけの状態で6時間、うん、持ちますよとで充電ケースが16時間なので、まあ、全部で最大22時間持ちますというのでまあ十分ですよねで今回、この、まあ、イヤホンつけてみた私の感想なんですけど音はめっちゃいいですね。うん まあ、ていうかこれね、アマゾンさんとかで見たら大体2万円前後、前後2万円台か、うん、ぐらいで売ってるんですよね。やっぱりヤマハさんなんで音はいいんですけど、ただその2万円台っていうのは、私普段使ってるね、あのヘッドホンとかイヤホンって、 まあ3万円台、4万円台でもう1個上って感じのが多いんですよ、値段帯的にね。えー、値段がいい良ければいいってわけでもないですけど、でもやっぱオーディオ機器って値段が良ければいいんですよ。だからもっと高いのもありますよね、何十万もするようなやつもある,あるんで、まあそ良れいいあの、良ければ良よほど音は良くなっていくんですけど、だからその2万円台っていうのはちょっと微妙な感じはしたんですよ。そのほんまに安いやつから比べたら2万円台はすごい良いい音すると思うんですけど。 じゃあ、その普段使ってる4万円台とかから比べたら、やっぱちょっと見劣りするんちゃうかな、みたいな、あったんですけど、いや、音はなかなかこれ良かったですよ。まあ、好みやったっていうのもあったですね。あの、好みっていうのは私は、あの、分離してるのが好きなんですよ。分離っていうのは。それぞれの楽器がちゃんとバラバラに聞こえる。これ、ちょっとモニターヘッドホンとかスタジオに入るとそういうのが多いんですけど、まあ、例えばオーケストラを聞いたら、ファーストバイオリンの音、ホルンの音、ホルンこっちか。ホルンの音、えー、コントラバスの音みたいなが結構バラバラにちゃんと聞こえる系。 うん、これはあのソニーのとかあのとかアップルもまあその辺かなですね。 えこれに対してこう全体で塊となってゴーっと押し寄せるなんかドラマチックなんたらみたいなのは坊主の方なんですよ、ね、大体ね。えー、なんかそのすごい低音とすごい塊でもってこう映画音楽とか聞いたらうわーってなるようなやつはそれはそのパラじゃない分離はしてないですよね。だからその中でいや、セカンドバリンの音だけ私聞きたいとか思っても聴けない <laughs>。モニターヘッドホンって言ってその録音する時なんかに聴くやつはそれぞれの音がバラバラに聞こえてほしい、ね、あ今ちょっとこのギターの2番さんがちょでね。 から下げてくださるか分かりたいじゃないですか。だからそういうのをバラバラに聞こえるようになっている方が私は好きなんですよね。こうそれぞれの音がちゃんと聞こえる。まあ、バンドやったらボーカルさんがいて、キーボードさんがいて、えー、あのギターのねリードギターの人がいて、あのそのコードのギターの人がいてとかいうのがバラバラにちゃんと聞こえるっていうのが結構好きだったり、あとは結構早い曲好きだったり好きだったりするんで、夜遊びさんとか。 今風のやつとか結構曲聴くんでそういうのってすごい早いじゃないですかボカロの曲とかめっちゃ早いでしょああいうのがそのゴーっていうなんかこう感動系でやるともーってしたってなんかあんまりあのもんでなんてってなる時があるんですよねいやそれだから向き不向きの問題だと思うんですけど普段聴いてる音楽はどういうやつかにもよるんですけどゆっくりで壮大な音楽聴くときなんかあんまりパラじゃなくてもいいのかなと思うんですけど速くてこう言葉がいっぱい入ってるみたいなの聴くときはこう分離されてる方が良くて。 でそういうのが好きなんで。えー、そういうのを考えたときに、あの、すごい良かったです。あの、すごくそっち系でしたね、これがね。うん。だから、あ、さすが、それヤマハさんですからさ、音楽のね、すごいなと思って。えー、そうなんです。あの、やりました。そうね。あと、なんかこう、全体的にちょっと広いところで聞いてる感じはするよね。すごい近いところでここで聞こえてるっていう感じよりかは、こう、ちょっと大きいところに入って聞いてるみたいな感じはしましたよね。うん。でも、音はね、思った以上に良かったんですよね。 うん、だから本当にあのー、そう今までそれこそそのあんまりそんなにええの使ってこんかったっていう人とかはもう感動するレベルですね今まで聴いてた音楽は何やったらもう YouTube とかでもその YouTube の,あの音楽ってあのだいぶその容量低くなってるんでその音的にあんまよろしくないんですけどそれでもええ音ですねやっぱりね低音とかちゃんと聞こえるのであの普段ちょっと安めのイヤホンあので聴いている人とかねはやっぱりこう,こういうのやると すげえなってこれねちなみに色がね黒とかなんか茶色っぽいやつとかあったような気がするこう今回送ってきてくれはったんかこの白やったんですけど白なのかなこれ色何何なのかなこれ私の髪の毛の色に合わせてくれたんですかホワイトですねうん <laughs> 分かんないですけどねこれ送ってきてくれました、はい、はい。だからまあボワボワせずに うんなんかこうリアルっぽいね。だから変にこうなんかこう味付けいっぱいつけてる感じじゃなくて本当にそのまんま着てるって感じ。えっとね、なんか、なんか私もよくわからないんですけどちょっとホームページとか見てみたらなんかなんたら、なんたら機能みたいな感じが <laughs> ごめんなさい。全然、全然わかってないんですけどついててちょっとバランス調整してくれてるっぽくてその要は音楽ってねでっかい音で聞いたらいいんですよ。うん。その要するに高い音から低い音まであの 大きい音で聞いたら全部聞こえるんですごくいいんですけど、ただまあその普段の生活の中でそんな大きい音でガンガン鳴らしてねそのなんかレコーディングと場所とかやったらそうやってちゃんと聞こうと思ってるから全部大きい音で聞けばいいですけど、あのライブとかねそういうのでもなかったらまあ何かしながらとか通勤途中とかに聞くとかやったらやっぱそんな大きな音で聞けないじゃないですか。っていうのでボリューム下げますよね。そしたらねまあその曲とかその音の波形に多分よるんでしょうけど高い音とか低い音がなくなっていくんですよまず。 で、真ん中だけ残るみたいな感じになって、だから同じ音聞いてるので、音量上げた時の方がええな、みたいな。うん。その、大きくなってるっていうのは、まあ、差し引いたとしても、あの、他の音がよく聞こえるんですね、全部ね。えー、で、その音量がだんだん下げてくると、その、聞こえなくなってくる場所が出てきちゃうってう、ちょっと差が出るみたいで、音域帯で。それを、なんか勝手に調整してくれてるっぽい。なんかそうやっていう風に認識しましたけど。山さん。<laughs> 多分ね。なので、音量下げても、なんかちゃんと、あの、その高い音も低い音も聞きやすいっていう風になってるようです。まあそれは でもそうなんかなって思いましたあの結構でかくしたり小さくしたりちょっとやってみましたけどまぁ、あ、よく聞こえたなという感じですねはいで、えー、でこれノイキャンイヤホンなんですよノイズキャンセリングついてますあの私大好きノイズキャンセリングなんですけど、えー、そのノイキャンに関してはあんま強くないですね うん、多分やっぱりヤマハさんはあの音がすごく音楽がとてもよく聞こえるっていうことを目的にしてんのかなと勝手に私は認識したんですけども、そのノイキャンってね、まあ巷に流行っててこうシーンってなるね、こうつけた瞬間いきなり全然違う世界になるみたいなよく C.M. あったりしますけど、シーンってなるわけですよ。なその外のね、あの騒音とか空調の音とか車の音とかをだいぶ小さく抑えてくれるっていうまあ,まあなんかいろんなあのこうね、いろんなことやってるんでしょうけど、なんですけどあれ聞かせすぎると音楽にも。 影響出てきちゃうんですよね音楽の方もなんかちょっと劣化するというかその周りも静かになってるかもしれんけどそれにすられて音楽もなんか悪くなってたりっていうのことがあったりするんですけど多分そういうふうには絶対ならないようにしてるのかなみたいなわかんないですけどうん感じしました。だから音楽はもう絶対あの劣化しないもうそのま,ま、うんまちゃんとあるけどそのノイキャンがじゃあむちゃくちゃ聴いてるかって言われたらあのよく CM とかであるような「つけた瞬間別世界」みたいなことはないです。 <laughs> まあこれ自体がねそのこういうなんていうのこのチップがこういう感じのイヤホンなんで結構その遮音性遮音機能はあるというかつけただけで外の音はそのノイキャンつけなくてもまあ多少聞こえなくはなりますよね。うん、だからそういう,そう,いう意味でまあ,あのそんなにうるさいところにいなければあの聞きますけどただそのやっぱりノイキャンが強いって言われてる坊主のあのイヤホンヘッドホンだったり。 イイヤホンンだだったたりとととかかかにポッツブロとかねで比べたらノイキャンはいいぶ緩いですなんかあんまり私分かんなかったななんかその自分でこう耳に入れてるだけでもまあ多少聞こえなくなるじゃないですか外の音ってえそっからノイキャンが入れたでも別にまあ,その,あるその隣で喋ってはる人の声とかあのなんかその車が通った音は普通に聞こえるので、まあ、だからそのノイキャンが聞いてるみたいな感じはないだからそっちは目指してはれへんのかなと、うん、ただまあ邪魔しないようにってことですよね まあそれで音楽かけたら、まあノイキャンの方にしてる方が、まあ周りの音と一緒になってわーわー、わーわー鳴るってことはないかなっていう、うん、死因とはならないですね。 えー、まあだからねそういう,そ,う,いうそっちを目指してるんじゃないなってことですよね。であとですねあの外音取り込みその、まあ、ノイキャンとか、まあ、ノイキャンじゃなくてもこうやってると聞こえにくくなりますよね。あのまあ、聞こえるっちゃ聞こえるけどねこうパッと呼ばれた時とか分かんなかったりとか、まあ、その後ろに車が来てたりとかその気づかないの危ないとかあるじゃないですか。なのでまあとかあとはまあスーパーでレジの袋入れますかみたいな話になった時とかにあの全く聞こえないと会話ができないってちょっとした時にこうねあの外,音外音取り込みっていうのをしてると。 体の取り込みっていうのはあのこう人工的に外の音を取り込んで、えー、その自分の耳に流してくれてるんですよね、えー、だから何かをこうオープンしてるわけじゃないですか,なんかちゃんとこうデジタルで外から取り込んで、えー、その音をこう耳に聞かせてくれてるってことです同時にね、うん、そ,ういうその機能があると、まあ、そのいちいちこう外さなくてもなんか誰かにパ急に話しかけられた時にそれなんかこれね物理ボタンがあるんですよ おこれ物理ボタンっていいですよね。よくね、こういうのポンポンってやったらなんかそうなるとかあるんですけど、あれって聞いてんのかな聞いてんのかなみたいになる時あるんで、ここのそのボタンを押さえればこれが聞くんだよとか、ボリューム大きくなる、小さくなるとかがこう物理ボタンになってるので、これはね、すごいいいですね。で、これなんか忘れちゃいましたけど、あの、押すとこう会話できるとかね、あ、お箸二つお願いしますとかね、言えるみたいな <laughs> のがありますね。あとは、えっ、ー、と、マイクね、あの、通話するときこれつけたまま通話してもちゃんとマイクついてますんで、あの、えー、ー 電話が急にかかってきてもそのまま出ることができますはいですねえー、こ,のこの辺にどっかついてるのかなマイクねいっぱいついてると多分音はいいと思うんですけどねうん でえー、この外音取り込みとマイクに関しては私は普段ほ,ほぼ使わないのでまああんまりレビューにはならないんですけどもうちょっとこれ今ヤマハさんと違う話になるんですけど私あの電話がすごく苦手なんですね。<laughs> 電話かかってきたのに出てしゃべることがすごく、まあ、かかってこっちからかけてもね苦手なんですよ。っていうのはそのデジタル音がむちゃくちゃデジタル音に聞こえてしまうタイプなんですよ。多分ね高音をめちゃくちゃ取るタイプなんだと思うんですよ。 だからその人と喋ってたら全然だ問題ないんですけど電話で喋られるとそれが例えば家族とかあのあれだったとしても友達でよく喋ってる人だったとしてもいきなり何喋ってるかわからへんようになるんですよ。 これはなんかこうちょっと私の脳の癖で、あのそういう人結構いるんかな、まあ、ど,うどうなんかわかんないんですけど、あのデジタル音になった瞬間、デジタル音ってまあそれデジタル処理をしてるわけじゃないですか。一回その、だってその横で喋ってるわけじゃないから、どっかでデ,デジタル信号に変えて、それをこののが流れてネットとかで流れた電話のね、回線で流れてきて、まあ、ここでもう一回デジタル信号からその音に変えてるわけじゃないですか。えその過程で、 まあその要するに一般の人はわかるようにあのしてくれてるからみんな電話で通話できるんですけど私なんかそこでいきなりわかんなくなるんですよねこれあのラジオとかでは何回も言ってるんですけどピュピュピュえじゃ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 じっていうような声に聞こえるのこ,こういう人いないですか <laughs> 私はもうだからもう一生懸命あのなんかどうにか聞こえへんかと思ってやってるんですけどなんか。 あのー、R2D2 があの「スター・ウォーズ」の喋ってるみたいな声に聞こえちゃうんですマジでそれで苦手なんですよね市役所とかに電話してこれな「何を持ってったらいいですか?」とかいう聞く時でもほんまに何言ってるか分かんなくて一緒、まあさすがに R2D2 よりはその単語とかの,その,なんかあの強弱でなんか「何々々々」ラララララララって「何々々々々々々」って言う。 ハンコがいります。ハンコがいりますって言ってんやろな、みたいな感じで聞いてます。<laughs> マジで、マジでわかんないので。だからその辺に関しては、その外音取り込みとかマイクの音っていうのは、あのー、すっごい、えー、もう、あの、よくね、あの、皆さん音声配信、ラジオとかで録音とかを、その、この、おこ,れこの状態で、まあ、通話してるのを録音したやつを載せたりとかあるじゃないですか。とか、その、 えー、クラブハウスみたいにこう何て言うの人と人が何人か集まって会話してるときに中のうち何人かがこれこういうなとかねイヤホンとかまあこう有線イヤホンでもここにマイクついたりしますよね使ってるのが1人でも入るとその人の声だけわかんないんです私がなのでこれは私のせいやと思うんですけどなのであの外音取り込みとマイクに関してはあの結構ねなんか他の人にこう聞いてみてこれどうですかって聞いてみたら全然ちゃんと会話もできるしあの外音取り込みも結構じあの自然だよって言ってはったんでまああの あんまり普段そんな電話とか普通にできるっていう人は大丈夫やと思うんですけど私はもうこれ通した瞬間に分からなくなってしまったのでやっぱりね自然やとはいえうんなんかちょっとね結構困ってる <laughs> で、えー、なんかその辺はちょっと他の人のレビューで任せましょうはいですねえー、そうですねあとあの遅延がだいぶないみたいで元々もともと遅延ないしあと低遅延モードみたいなのもありますこのレベルのイヤホンで低遅延モードがあるのって珍しくないですか っていうか、その、この、あの、レベルっていうのは、その、結構いいイヤホンで。あ、だから、要するにゲームできるってことですよ。これを、その、何かにつないで、こう、スマホゲームとかで、こう、対戦ゲームとかの時って、遅延あったら、持ち致命的じゃないですか。ね。ひ <laughs> 人だけ遅れても打たれて終わるみたいになるのを、多分これできると思いますね。はい。私、ちょっとやってないですけど、はいですね。あとはですね、えっとね、このイヤーチップが、あの、5サイズ展開という。あれ、良かったですね。自分に合ってる、こんな感じ。 5サイズ展開あのまあ、これについてるやつとあと 4, 4サイズついてるので結構自分にぴったりはまるやつが見つかりましたね。はいであと専用アプリがあってですねまあすごいシンプルな。あのー ああっっててのイイコライザー触れるってやつですね、えー、低音もちょっと欲しいわとかあの <laughs>、えー、高音もちょっと抑えそう私それこそ高音苦手やから高音あの抑えるとかそういうことはあのできますだからすごいシンプルなアプリなのでなんかものすごい凝ったことができるというわけではないんですけど、まあ、自分の好みの音質にこう合わしたりとかいうことはできますねで、えー、IPX55 防水機能ですね5って結構高くないですか4とかが多い感じかな なので、まあ、雨降ってる中でこうつけてたりとかあとあの運動して汗かいたりしてもそれぐらいなら全然問題ないかと思いますねあのあの。水にゾボーンとかいったらあかんと思いますけどあのこう多少濡れても全然問題ないかなと思います。じゃあその私がこのイヤホンをもう普段使いにしてこれから使っていくかと言われたらですねこれはあの私は正直に言う人なんで。 えー、多分使わなないいかなと思います <laughs> それはねなんでかっていうとね音はいいです音はもう合格です私の中ではこれありかなと思いますなんですけどまあ問題はそのだから本当に音楽を聞くだけにイヤホンを使う人音楽聞くときだけ使うとかまあそのラジオを聞くときだけ使うっていう人はもう全然問題ないと思うんですけど私はあのほら iPad からパソコンから iPhone から。 iPad も2台あるし、むっちゃこう、何、Mac 信者なんですよ。 それがもうそのイヤホンした状態でパソコン触って iPad 触ってああ今スマホ着てとかいうのをこう切り替えたりとかがめんどくさいんで、えー、こっちで再生したらこっちが流れてほしいしこっちで再生したらこっち流れてほしいんですよそれがまあマルチポイントですねあまりその辺詳しくない人に説明しましょうか <laughs>、えー、マルチペアリングっていうのはこれはマルチペアリング6台って書いてるんで結構多いですね、えー、要するにそのこう優先じゃないイヤホンっていうのはペアリングっていうので Bluetooth のねあのスピーカーとかやるときもやりますよねペアリング、えー、だから例えばこの スマホとこれですけど、スマホとこれ,なんかこれで鳴らしたやつをここで撮りたいってなったらこうペアリングしますよねなんかペアリングモードみたいなのにして、えー、ここで選んでペアリングってやってあコネクトしましたってなったらもう OK 使えるわけですね、えー、そうなんですで昔は本当それ1個やったんですよだから例えばこ,うこれ今これで弾いてるけど例えばその家帰って違うね機材 あのもう一個の違うあの音から出したやつ聞きたいってなった時に、えー、本当にその一個一個やったら一回これをあの切断して。 え、その、ブルートゥースを切って、え、その、接続を解除して、で、もう一回、ペアリングモードにして、次の、あの、その、機械、ま、iPad や iPad をつなげるっていう作業を、一個一個しないといけなかったけ結構、ペアリングって時間かかりますよね。やったことある人はわかると思うんですけど、ま、なんか、何しかつなげないといけないので、え、それを一個一個、その、ここ、これは、これしか聞かへんってなってる人はいいんですけど、その、いろんな機材を使ってる人っていうのは、あの、やっぱり、その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 、切り替えの、むっちゃ大変ですよね。もう、で、また戻ってきたりとかして、また、 これ削除してこっちとかいうのが大変なので、まあ私はそれは嫌やったんですけど、まあマルチピアリングっていうのができて、まあそこまでそのいちいちあの何接続解除しなくてもあの、えーと、こっちで次つなげるって言ったらそこがつながるみたいな。で、次こっちの機材でつなげたいって言ったら、パソコンとつなげたいってつながるって登録さえね、これ6台まで OK って6台結構多いんちゃうかなと思うんですけど、6台まで OK なので、まあその都度、あやっぱパソコンの今から YouTube、パソコンでのやつ聞こうと思ったら、パソコンのやつにこう接続ってやったらつながるって感じね。でその後あやっっぱりちょっと iPhone で何か送られてきたから iPhone の聞きたいと思ったら iPhone のとこで接続ってやったら iPhone で繋がるって感じただそれは自分でやらないといけない、うんやけどその例えば あの、アップル製品である AirPods Pro みたいなやつやと、もう勝手に再生をしたらそっちが入ってきて、そのスマあの、今パソコンで見てる画面を流したいってなったらバーンって入ってきて、あ、なんか、あ,あの、あれ、iPhone に、あの、LINE でなんか音源送られてきたな、これ聞こうと思ったらもう勝手にこっちが流れるんですよ。だからその、いちいちこう、設定が開いて、Bluetooth のとこ開いて、えー、こっち接続とかしなくてもいけるのがマルチポイントなんですけど、まあそれがしたいよっていうことなんですよ。まあこれだけが本当にね、私にとってはそれは、 あのもうあのなんか使わない理由ですね。うん、そうなんですよだから、まあ、あの本当に 音楽もあの今まであんまりイヤホンとかで聞いてこなかったので、あの、なんかそういうの聞きたいっていう人はいいんじゃないかなと思いますね。あんまり普段からイヤホンを使う、イヤホン、ヘッドホン使う生活じゃないっていう人はあれなんですけど、私も朝起きたらまずヘッドホンなんですよ。もう、ま、なんならまだこれ下、服着てない状態でもヘッドホンなんですよ。で、でもう歯磨きながらラジオ聞いて、えー、ほんでその後なんかこう、あ、音源制作も時もそれを全部聞いて、えー、で次今度 YouTube でなんか今度の演奏する曲確認ってなったら、 それもも消えてってっいうのもあの体の一部なんですよ、ね、イヤホホンンとかヘッドホンがなのでお母さん頼むから裸に靴下でヘッドホンっていうのはやめてって言われるんですけど、まあ、それぐらいずっとこう一緒にいてるのにから比べるとそのいちいち切り替えないといけないっていうのはもうこれはめちゃやっぱり難しいのでまあそんなそういうのことやってる人はまあ、ちょっと他のマルチポイント対応してるやつの方がいいかなとは思うんですがあの音はいいです。ここの何気にこれタイプ C ね タイプ C もいいですね。こ場所もいいですよね。この、まあ、その、あれがないんですけどね。ワイヤレス充電がないんですけど、これ。あの、この、ここに刺すので、まあ、その、テーブルにね、こう置いて、こっから刺すのときに、よくあの、ここが刺すとこやったりしませ、ね、んほならなんか、ゴローンってなんかなって、なんかこう、安定悪るみたいなのが、あ、これ結構いいなって私は思ったりしましたね。うんですね。まあ、ちっちゃいしね。このポケットにピュッと入れておいても。で、まあ、その、ほんまにちっちゃいイヤホンからしたらちょっとでかいんですけど、多分それだけのもの積んでるんですよね。 なんかそのンたらドライバーみたいな、結構いかついなんかその大きな、あなんか私はよくわからないですけど、このな中に機械、機械っていうんですかを積んで、多分それがすごくいい音なんだと思います。やっぱりね、ない、中身すかすかやと音悪いんで、やっぱこんなちっちゃいとこからその大きな低音とかを出すには、やっぱなんかいるんですよ、中に。その分の大きさですよね、これ。まあ、もっとちっちゃいイヤホン多分いっぱいあると思うんですけど、あの、その、あれでしょうね。でもその割にはまあ耳に入れてしまえばね、言って、そんなに。 気にならないかなとは思いますけど。と、はい、いうわけでまあそんな感想でございましたまあこういうそれ思ったことをですね山田さんの担当さんにこんな感じですけどどうですかっていう <laughs> あの。 いう、ねえー、ことを言ったんですけどあもうそれで結構ですんでとにかくあの、えー、これが案件であることだけは皆さんに伝えてくださいとどんな企業さんがそんな言うのよね、まあ、そんなもんないなんか炎上すんだやろな勝手に私がなこれいいよとか言ってあのね言うて実はその私は使ってないみたいなやと <laughs> 炎上すんねよろ <laughs> なのでまあまあ一応山本さんから頂い,いたんでねレビューしてみましたはい。 えー、じゃあこれ私これどうするんかって言ったらね、もうなんかうちの子供がめっちゃ狙ってるから、<laughs> うちの子供がめっちゃ、えー、あのゲームするんですよ、うちの子ね。めちゃくちゃゲームするんですよ。だ、なので、えー、こんなんいいんちゃうかなって思ったりしますね。ゲームなんかさ、本当ゲームこそイヤホンでちゃんとやってほしいよね。 あんななんかこうちっちゃい音とかこのスマホそのままやったら低音なんか何も聞こえてないじゃないですか。私ほらミュージシャンとしてさ、あの最近のその特におビッグタイトルのゲームなんかめちゃくちゃ素晴らしい有名なミュージシャンが入ってるんですよ。後ろで単にずーっと流れてるあの戦いの時の音楽でもずっとものすごい音楽流れてるそれ聞いてあげてって思います私なんかはね。えー、そういうのはイヤホン聞かない、イヤホンとかヘッドホンじゃないと聞こえないですからね。えー、これだけのそのついてるスピーカーじゃその低音は聞こえないですんで。はい。っていうのでね、まあそんな思い。 思ったと、はい、いうわけで、まあ、今日は、ねえー、山田さんから頂いた,た、えー、TW の E7B のご紹介でございました。はい。というわけで、まあ、もし興味ある方はね、一回買ってみたらいかがでしょうかというわけで、はいえーまあ、一応ね、正直に言っとく私が最近使ってるのは、ヘッドホンはソニーの、えー、なんちゃらの GO ってやつ、うん、あの <laughs> 今一番新しく出たやつですね、はい、とイヤホンの場合は AirPods Pro 2ですね。 まあそれこそ、これで火ついてもうたんよ。なんか、イヤホンええなと思って、やっぱり、前ね、その耳がえらうことになったから、あの、もう使ってなかったんやけど、やっぱりね、軽いしちっちゃいからね、えその、なんか、ずっとつけといたりするのは、あの、イヤホンの方がいいなって思ったりとかして、なぜか、AirPods Pro 2が出てきたりとかしましたけど <laughs>、ね。まあ、その辺はね、まあ、好みあるんでね、音とか、あとはその、ノイキャンの効き具合とかね、あのー、何ん,んですか、 あんまり聞きすぎたら怖いっていう人もいるじゃないですかあんまシンってなりすぎたらねそのなんか外の音聞こえないから怖いっていう人もいればもう本当にこうシンってなって <laughs>、えー、周,りの周りの世界も自分の世界にスポンって入るみたいな,なんか好きな人もいるから、まあ、そういう人はノイキャン聞いてる方がいいのかなとだからノイキャン聞きすぎるとちょっとツーンってする感じもあるってあの逆に私はあのツーン感好きなんですけどああいうのが嫌だっていう人もいますよね。 あののちょっとなんていうのエレベーター乗った時にキンってなるみたいなあんな感じ、うん、ねありますよね。はい、ってなわけでまあイヤホンとかヘッドホンはまあ沼でございますんでねこういうの興味ある人は、ね、いろいろやってみてください。はいではでは今日はそんな感じであのイヤホンのご紹介でした。